た出てきたのがいつでも昼でも土曜日の昼でもどこにいても全国の猛者と戦える禁断戦猛虎 VS ガロ。土曜日のね午前中は部屋の掃除、まだ土曜日だからって寝てるやつは鉄拳セブンで勝てないね。睡眠は甘え。ここで0対2ドリデンが本キャラのシャワーオユを使ってヒーリューじゃない、その前にオロチ、オロチに上がるために4連勝目。対するは A 鉄のレイジガローのロー、ゾウが今回強いんだ。ゴトリは話し飼いですね。でも大抵小屋にいます。あ、霧も見けるの。今回スライディングがさ、バウンドがないからレオだったらドゥースマ方ぐらいか、ドゥースマすら入るのか怪しいな。スライディングが各半痛くなくなって強くなっちゃいましたよね。KO タッチ途中 LK、 うん、膝でいけるかな。でも膝の判定が変わってないんですよ。拾えればいいですけどね、レオ。まだとりあえずスライディングをガードしたことがない、鉄拳セブンで。わ、今日鉄拳セブンすげえ混んできた。なんかネタやってた？俺見てなかった、ドリデンさんの勝利を。ラウンド1ファイト。やっぱ確認で なんか出した、入れ込んでった。でもね、本当にねこのゲームね、ボタンこすっていった方が強いよ。横で避けれないから、もうね考える暇があったらボタン押してった方がいい、技出せた方がいい。今はね、それをパワークラッシュやレイジアーズでガードを突き抜けて反撃するっていうのがこの鉄拳セブンの答えなんだと思う。これこれこれですね、ボタンこすってったのを自分の流れに持っていくためにパワークラッシュを使っていく。パワークラッシュは下段と投げが向こう、下段と投げには負ける。レイジアーツは下段にも勝つ、投げにも勝つのかな、あれよくわかんない。レイジアーツはとにかく無敵、半分無敵、体力は減るんだけどかなりの突進力がある、技で止まらない。秋葉原は、秋葉原セガとか、秋葉原って3店舗先行導入入ってるんですよ。秋葉原レジャーランド、秋葉原セガ、あと秋葉原のヘイ、怪盗系列のヘイですね。だけど秋葉原同士でこの3店舗では対戦しないです。あのデモ画面にグループ A とかグループ B って書いてあるんですよ。レジャーランドはグループ A になってるんで、おそらく同グループじゃないとマッチングしないです。これレジャーランドはよくこの今のシキさん、宮城県仙台のゲームセンター東部ですね、ゲームセンター東部とも当たるし、まったりさんがいる、博多九州のバスターミナル店、あと新札幌の新札幌キャッツアイ、ゲームセンター湖北、あ違う、ネバーランド湖北と当たりますね。あ、ジャック出たらね、ジャックのなんか レボリューションのジャックの無敵技って、あ、僕のマジツイッチの外人が鉄拳セブン放送見出した、ありがとうございます。ゲームオーバー。
尺を。延長したよ。でもなんかこれ延長するとさ、延長した後に止まるんでしょ、画面が。たまに止まったらごめんね、俺今対戦始めたから。途中、対戦の途中で止まったら気がつかない。途中で横向いたら見えるけどさ。ラウンド1ファイト。ハッ、1WP の覇王石膏のヒット確認、今回もできます。今ね、これ言い訳だけど、俺覇王石膏のヒット確認得意なのよ。だけど手が滑った手が滑って LP の上を押しちゃった。今最後さ、ホールの人、あ、レイジャーズ出してたね。ジュシーンって言ってた流砲は今回も12って何？流砲12って何？流砲がプラスなわけないじゃん。プラスなの、あれ。もともとあれ弾いてるけどプラスなの？ラウンド1ファイト。
Final round. Fight. あ、投げ抜けはね簡単にあったんですが、キングのジャイアントスイングはまだ LP 抜けのままです。あ、空中投げのダメージちょっと上がったかもしれない。 あれだ、補正の関係で一発目が浮かしてから一発目が 100% なんですよ、このゲーム。だからそれだと思う。KO Round 2Hut!
you lose. Game over. あれなんか受け身変わるみたいね。今何したかな俺。当て身連打したけどダメだったような気がした。解消技入れたって今。自分がダウンしててぐるぐる来たから解消技を取れっかなと思って連打したんだけどダメだった。フレーム的に多分。取れる時もあるんじゃない。ちょっとアスカ側が出すの遅れたみたいな時は。あれでも壁際だったらもっと減るからね。ひどい話だよね。なんか途中でごめん、延長バグが来たっぽいね。ラウンド1ファイト。どうしようもねえな、この延長バグっつうのは。Get ready for the next battle. 一応 Twitch と同時で放送してるんで、もし止まってたら Twitch の方見てください。 Twitch は垂れ流しなんで。ラウンド1ファイト。コメントはニコニコにしてもらえると助かります。スイッチの方のコメントはアメリカ製たちなんで。じゃあ今回鉄拳7ロー強いですよ。今、ノーカードでロー始めたのがおそらく家で鉄拳やってる方なんでしょうかね。ぱっと見小学生っぽい方です。未来のノビは君だ。Round two. Fight. ああ超嬉しそう。超笑顔。原田さん今小学生がアーケードでお父さんに連れられて鉄拳セブンやってますけど、超笑顔です。演出が出た時に今か終わった自分負けたんだけど花火みたいにビカーンってなる派手な演出の時すげえ笑顔です。勝って後ろにお父さんに報告。でもこれ鉄拳初めてじゃないですね、この小学生の方。多分家でローは動かしてんだと思う。シャガパンサマーとか知ってたからね。知ってないとシャガパンサマーとか入力できないよね。コンボが、おお、なんだ、無双で強い組み取った。頑張れ。あ、これのレイジアーツ教えてこう。レイジアーツ出せ、レイジアーツ。レイジアーツ知らねえから、どうやって、どうやんの、今のレイジアーツどうやんの。ファイナルラウンド。ファイト。レイジアーツ WP だ。 WP レイジアーツ危ねえな、これ暴発しちゃうだろ。ああ残念。教える間もなかった。頑張ってください。ゲームオーバー。Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7, Shaheen.そして家ゆうさん
使うのはシャヒーン。シャヒーンね、どんな技出してもプラス取るみたいな感じかな。どういう感じかっていうと、鉄拳 6.0 無印のボブを3倍ぐらい太らせた感じ。出てきたのはケイちゃん、シャオユ、浦安ですね。浦安にも入ってたんだ。シーハン対カイデン、段位差は1個かな。シャヒーン結構身長が高いですから打点は高い方だと思うんですが、鳳凰のシャオユの鳳凰とかに技当たりますかね。そんなこと関係なしにこのキャラ強いんですけど、ローキックとか多分ブラス取ってるよこれ。あの技イラッとする、あのクラウド。サマー、攻撃に今サマー最速で入ってたな。イエユさん今最速でサマーでした。あ、なるほど。サマーの発生は15ぐらいでしょうね。これあれ、あのね、アーマーキングのなんか66 RPLP みたいな技、あれ食らうとねイラッとする本当に。お前が強いんじゃないんだよ、シャヒーンが強いんだよって言いたくなるようなね、イラッとするっぷりの前。これシャヒーンって感じだね。シャヒーン、俺がシャヒーンだ、危険ドラッグいるかみたいなこと言ってそうな、なんか渋谷駅の前で危険ドラッグいるかみたいな、後方だぜみたいなこと言ってそう。あるよみたいな、あるよみたいな、何があるんだかはよく分かんないけど、後方あるよみたいな。しっかりイエユさんは、イエユさんもシャオユ使いなのかな、しっかりシャオユの長距離客にはサマー入れてきますね。あそこパンチ出すとパンチ当てみますね。とりあえずこのゲームとりあえずサマー出しとけばいいからね。シャヒン取ったらもうサマーを上回る、シャヒンサマーを上回る技がない。隣ではドリデンさんもシャヒン使ってて、シャヒン相手もシャヒンで、俺の目の前に今4キャラいるはずなんだけど、4キャラ中3キャラがシャヒーンになってる。脱法者シーン、脱法者、あ、脱法者シーン、シャヒーンか、脱法者、あ、逃亡者降りみたいな感じになってる。もうまんまそれ、初期の鉄拳6.0 のモブアッカーとミゲル武装、そういう調整ですねこれ。横ではキング総会の鉄塔さんですね。鉄塔さんが横で始めました。シャヒーンのサマーは多分ライトのライトみたいなもんだと思うんで、性能は変わらないと思います。この潜りっぷりとかあるかもしれないけど、これ14とかにしてくれないとちょっと厳しいですね。マイナ14とかにしてほしい。多分あの開発の方はこれ分かってやってますから、ね、わざとやってるから。
新キャラクターは強い調整されてるのが鉄拳の毎回ですね。あ、原田さんのサマーレッスンシャヒーに導入されちゃったか。完全にサマーレッスンだこれ。うまいこと言う。カタリーナも多分見つかってないだけで、な、絶対なんかあるから。なんかもうどうしようもない技が。あとあと結構その終わってから言うんですよ。